えー、こんにちは、こんばんは、えー。ゲーム動画でいこうです。えー、普段あの、ゲームの,あの動画の再生などをやっているんですけど、えー、っと本日はあの、高松記念という競輪のですね、決勝が、まもなく2時間ほどしてありますので、そちらを予想していきたいと思います。えー、メンバーです。はい、ご覧の通りを9人のメンバーになっております。 えっとですね、これが、えー、っと決勝戦になりまして、えーっと、自力型と言えるのが、まあ、松浦もいるんですけど、選、え、考、ー、をするって言ったらあの、三谷、山田の、しかもこれ、近畿同士なんですねで、えー。近畿の2人しか自力がいなくなっていると。でえーっと 結構あの、点数的には大接戦線ですね。誰でもチャンスがあるんじゃないかなと思います。で、えー、っと、これが並びです。えー、っと、左上の並び予想ですね。はい、こちら。えー、っと、まずあの、佐藤慎太郎に大月、えー、それから、えー、三田に、えー、山田、 え、南。これが近畿税。え、えっと、新潟の諸橋が短期。えー、そしてですね、えっ、ー、と、広島の松浦に、えー、地元香川のか、香川祐介と、えー、池田ですね。はい。こちらが、あの、中四国税、えー、地元税となります。で、これ、結構、あの、意外だったとこが二つあって、一つが、近畿が、あの、きっちり、近畿が別線にならずに、 えっと、三谷と山田が並んだと。で、三谷が前と。いうことがまず一つですね。えー、近畿って、あの、自力型が同じレースに同乗すると、結構あの、別戦で戦って、叩き合いまでして、友倒れに終わるというのが多いんです。でも、あの、今回は、えー、びっくりしたことに、えー、っと、二社で、 えー、ちゃんと並んでいます。まあもちろん、あの、諸橋やら佐藤慎太郎も、あの、えー、位置取りに行くことは考えられるんですけど、から、その4の山田が、あの、安泰というわけではないです。で、もう一つ意外だったのが、あの、松浦の後ろに、あの、地元勢がつけたことですね。えー、っと、まあ、香川も松浦も、 どっちかといえば、ライン組むよりも、一、えー、人であの自在に戦った方があの力が出るタイプなので、それが3人結束して走るっていうんですから、結構、これもびっ驚きましたね。やはり、さらに松浦のコメントを見ていただくと、自力一本の気持ちで頑張るって書いてますね。えっ、ー、と、自力自在とか、あの自在戦、位置決めずにとか、 行為から仕掛けるとかあるんですけど、これ完全にあの自力選手のあの走りで、走りというかコメントなので、これもしかしたら、まあ、そんなに後続距離がな長いタイプじゃないんで、早めの押さえ先行とかはないと思うんですけど、まあ、位の後ろがもつれる可能性は十分あるんで、そこをあの、かましていく、もしくは前へ出て、あの、三谷が仕掛けて、 ところを飛びつくとかいう飛びつくという作戦はあるんじゃないかなと思います。で、えー、っとこの下にある A と B が、えー、っとバック手前のでどうなっているかという私の予想です。A のパターンが、えー、っとこれがですね、三谷が一度前に出たところで9さんが、えー、っと4に競りかけてですね、 こう、えー、っと、もつれたところを松浦がかまし、まあもしくは早めのまくりを仕掛けていった場合、まあ早めのまくり、まくりって言っても、えー、ホームぐらいにはもう三谷結構ピッチ飛ばしてると思うんで、それまでにできらないと松浦苦しいとは思うんですけど、その場合、826でできって、 そうするそうした場合でも、三谷、あの、4番手取れるんです。これは、あの、有利ですね。で、なぜ4番手取れるかというと、まあ、佐藤も、諸橋も、えー、っと、やはり、1取りたいと。で、まあ、8、2、6。えー、やはり、奇襲戦法ですから、そこに、あの、ついていくのは、えー、っと、結構、難の技じゃないかなと。で、三谷が露説4番手取れるんじゃないかなと。 一方、B ですけど、B がですね、えっ、ー、と、これ、先に826で、えっ、ー、と、インギリみたいな感じで前に、前で出ちゃって、で、えっ、ー、と、三谷の出方を待ちながら、えっ、ー、と、三谷の後ろはもつれるんで、えっ、ー、と、三谷が、えっ、ー、と、ホームぐらいで仕掛けてきたときに、三谷だけが行っちゃって、後ろが離れる展開。 そうすると、松浦が、あの、2番手で離れながら、あの、三谷に追いつこうとするという、えー、流れですね。で、えー、っと、続いて予想です。はい。えー、っと、こちらが、えー、1に絶対的な本線です。えー、なぜそうなるかというと、えー、B のパターンだと分かりやすいかと思います。 えー、三谷ができたところ、松浦がもう必死に追いつこうとして、4コーナーで足がいっぱいになって、その後ろの香川があ刺すというパターンですね。えっ、ー、と、A のパターンの場合、松浦が奇襲戦法する。三谷4番手からまくる。で、香川が合わせて仕掛ける。えー、結局、あの、この三谷と香川の両者と。 いうのが、あの、考え方です。で今、えっと、12が、あの、ちょっと前のオッズで13倍ぐらい。21が20倍弱ぐらいでした。まあ、結構オッズ割れてるんで、し、しぼ、絞り切った方がいいと。絞るならやっぱこれかなと。続いて、えっ、ー、と、17、えっ、ー、と、三谷と南。これはなぜかと言いますと、 はい、南、えっ、ー、と、まくりをに持ってます。はい、あの、自力があるんです。実は、あの、前の開催の、南が出た前の開催。まあ、これはカ加ンをあの、一つ前なんですけど、あ、違うか。あれは2017年のクエの、クエだったか。その2017年のクエの玉、ま、の S 級シリーズで、 実は、南と香川が決勝戦でタッグ組んでるんです。で、南が2コーナーからまくっていって、小島だったかな、えっ、ー、と、それがさらにまくってきたところを南が自分でブロックして、えっ、ー、と、そこを空いたところを香川がついて香川優勝というレースがありましたで。まあ、南も、あの、目標がいなければ自力を出せると。さあ足もついてきましたからね、安定、安定してきたということですね。 なので、えっと、A のパターンだと、147で切ったところ、まくってできったところ、えっと、4よりは7の方が力あると見てるんで、直線で差し交わす。一方、の B のパターンの場合、まあ、山田花江ちゃんだけど、南はあのコースを縫って、自力も用意してあの来るんじゃないか。まあ、B 場合、可能性はちょっと低いとは思うんですけど、まあ、佐藤やら大月、諸橋もいますからね。では、やっぱり南のこの自力を持ってるっていうのは無視できないんじゃないかなと。で、穴がですね、えっと、6番の池田。え、これはですね、えっと、A のパターンの場合だったら、あの、香川が番手まくり打ったとしたら、まあ、その後ろの池田と、 まあただですね、三谷が4番手いると結構苦しいので、えーっと、展開的な可能性少ないですけど、えー、っと佐藤とか諸橋、大月があのこの826と147の間に、えー、いてくれるっていうことがあのまず条件になると思います、えーっと。一方、B の場合だったら8があの追いつく。 え、追いついて、かわしにかかる。で、さらに、香川もかわしにかかる。その時に、あの、さらに池田が強襲するというパターンですね。で、その場合、えー、っと、9五3あたり、あと、まあ、えー、っと、コース、内外コースをぬ、縫ったり、あの、突っ込んできそうな南。特にですね、えー、っと、大月が最近、あの、 最近、さらに今、今回さえも絶好調です。なので、大月が強襲してくる可能性をあの、先頭に見ました。これ、穴穴は6の固定で書いてますけど、裏もいると思います。まあ、その分点数も多くなってしまうということで、まあ、配当がそれなりにあっても、あんまり、実は、あの、回収率的には面白くない、と思うんで、あくまでやはり、 1221。この折り返しがほぼ一本でいきたいと思います。下の方は穴党の人が、あの、狙っていただければと思います。はい。というわけで、あの、えー、高松記念決勝戦の予想でした、えー。次回は、あの、初の特別、今年初の特別全日本選抜を予定しております。えっ、ー、と、ブログやツイッター、 えっと、この後載せる関連動画再生リスト、えー、あります。えー、そちら、アクセスしていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。はい。また、あの、いろいろ、えー、っと、競馬ゲームとか、あの、サッカーゲーム、あ、えー、っと、RPG など、えー、ゲーム動画を上げておりますので、よろし、ゲーム好きな方はそちらも見てください。チャンネル登録も、あの、していただくと非常に嬉しいです。 えー、では、えー、よろしくお願いします。ゲーム動画でいこうでした。